マリツァの戦いは1371年9月26日にマリツァ側のチェルノメン村近辺に位置する地点で起きたオスマン帝国とバルカン半島国家の連合軍の戦闘である。この戦闘は1389年のコソボの戦いに先行するオスマンセルビア戦争史の一場面として知られている。バルカン側の連合軍はセルビア皇帝ステファン・ウロシュ五世。 プリリプのデスポットブカシン、セライのデスポットウグリエシャで構成されており、彼らは1364年のマリザの敗戦の雪辱を期していた。バルカン側は2万人から7万人に及ぶ兵士を動員した。オスマン皇帝村と一世がバルカン半島を離れて、アナトリア半島に滞在している隙をついて、ウグリエシャはオスマン帝国の首都であるエディルネへの奇襲を試みた。 一方、オスマン軍の兵数は少なく、ギリシャの歴史学者、ラオニコス・ハルコ・コンディリスは800人と伝えている。しかし、オスマンの将軍ララシャヒーイン・パシャは、野襲によってバルカン軍を壊滅させ、部下信とウグリエシャを廃止させた。戦後、マケドニアとギリシャの一部が、オスマンの勢力下に入る。戦闘に先立って、ソゾポルがオスマン軍に制圧されており、戦後ドラマ、 カバラ、セラエがオスマンの占領下に入った。ありがとうございます。